この前のバトルで森田先輩に勝ったことによりまたサイドゼロの知名度が上がっているようです。それにあまり表立ってではありませんが少しずつ賛同してくれる意見も出始めているようです。やっぱりみんな今のままじゃいけないって分かってはいるんだよね。だからそういう人たちのためにも私たちは負けられないね。私も気を引き締めていきたいと思います。が、マリカ？ずっと携帯を見てるけどそんなにチャットが忙しいの？すみません、そのクラスの人から課題の連絡とか来てて。そうだよね、学校の課題は課題できちんとやらないと。勉強をおろそかにしていいって話じゃないもんね。様子がおかしかったように見えました。何か悩みでも抱えているのでは？あ、こんにちは。その皆さんお元気ですか？私は元気だけど、マリカちゃんは？私はその元気ですよ。そういう割には目の下にクマができているような。目がちょっと腫れてるようにも見えるよ。怪しいわね。もしかしてこれは。何ですか？これは勉強のしすぎで。私ちょっと今日も用があるので。すみません。あ、ちょっと待って。これは問題ですね。そうね、きっと誰にも言えなくて悩んでいるのよ。ゆい先輩、心当たりが？ええ、とりあえず
マリカちゃんを探すわよ。任せてください。彼女が挙動不審だったので携帯の GPS に細工をしておきました。こちらで位置情報の把握が可能です。この中のようです。ここは第02ガンプラブ。静かに足音を立てないように。それにしてもこの設備すごい。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。正直羨ましいです。それなら私たちのチームに入ってはどうかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。それじゃあまさかあなたがマリカちゃんの片思いの相手？え？ユイ先輩、何を言ってるんですか？チャットしてて夜眠れなくなるぐらいで泣き晴らした目をしてたりって、てっきり私。ユイ先輩、少し黙っててください。今シリアスな場面なので。私は彼女に命じてチームのガンプラを作らせていた。バトルの腕は最低クラスでもガンプラ作りだけはそれなりだったからな。もちろん無理やりや脅してどうこうではない。美しくない行いは私の最も嫌うところだ。あのカビ臭い第08物質、あそこを取り潰さない代わりにね。ただの取引だよこれは。そんなの断れるわけないじゃない。脅迫と一緒よ。マリカ、こっちへ。でも。おやおや、彼女は君たちを裏切ってサイドゼロの情報を私に流していたのだよ。おかげで私は君たちのガンプラの弱点も把握している。それでも彼女と行動を共にし、彼女を信じることができるとでも。
丈夫。怖がらなくていいよ。私は皆さんと一緒がいいです。おかえり、マリカちゃん。でも私、皆さんを裏切るようなことをして。ううん、きっと大丈夫。だって私たちにはこんなに頼れるリーダーもいるし、それにもしウィークポイントがあったとしてもマリカちゃんがどうにかしてくれるって信じてるから。それより今はあの成金男を倒すわよ。いいだろう。投資した資金の差こそがそのまま戦力の決定的な違いとなることを教えてやる。ゴールデンコスモス、榊シモン、出る。始まりました G キューブ。実況は私、放送部部長、尺のリンクが行いますよ。ガンプラバトル、レディー。逃げも隠れもしない。
と開始だ。私の華麗なるプレイ、その目に焼き付けるがいい。We'll be right back.
次のクエストもどんどん行きましょう。まだまだこれから、次のクエストで取り返しましょう。コンテナ破壊のクエストですね。機体強化にはやはりコンテナですよ。コンテナ行きましょう。先輩、私も微力ながらお手伝いします。プレイヤー6、撃破されました。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。さすが我らがリーダー。プレイヤー3、撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。チープなガンプラに私のリッチなガンプラが破れるわけが、何百倍もの金がかかっているというのに。ガンプラを作るのにそんなにお金って重要かな。何？もちろんある程度あった方がいいよ。工具もしっかりしたものを使った方が作りやすいし、パーツだってそう。あなたはそのお金をかけた工具に触ってすらいない。全部人任せじゃない。
それ自体は否定しない。でもその分ちゃんとそのガンプラを愛さなきゃ。作ってくれた人以上に愛せなきゃ性能だって引き出せないよ。桜井君。はい。すまなかった。彼女の言う通りだ。私は金に明かせて目の前がガンプラが見えなくなっていたのかもしれない。美しくない。これは美しくない。私が許せない。サイドゼロの諸君、次は私自身のガンプラと勝負してもらえるだろうか。もちろん。その時はマリカちゃんが最強のガンプラでお相手するわ。自分の力を証明するには自分でも戦わなくちゃ。